数時間以内に2024年の F1 シーズンが始まり、前日チームがプレシーズンテストに参加する予定です。シーズン最初のレースが開催されるバーレーンインターナショナルサーキットで、水曜日の朝から各 F1 チームは2024年の挑戦者たちにレースを挑み、これからのシーズンに向けて重要なデータを収集する。これで前日チームが今後数日間のドライバーラインナップを確定した。どのチームも テスト中にリザーブドライバーを起用しないため、今後3日間は、F1 ドライバー20人全員が活動することになる。大多数のチームは、確実に、両方のドライバーを起用するが、レッドブル、メルセデス、ウィリアムズなど一部のチームは、丸1日のテストに、1000人のドライバーを起用することになる。例えば、前回のドライバーズチャンピオンであるマックス・フェルスタッペンは、水曜日に、1日中、RB20 を独り占めすることになる。 フェラーリは初日のスケジュールのみを発表しており、午前のセッションにはシャルル・ルクレールが、午後のセッションにはカルロス・サインツ・ジュニアが参加することになる。完全なスケジュールは次の通りです。毎日2つのセッションで構成され、午前のセッションは現地時間の午前10時に始まり、午後のセッションは午後3時から始まります。